始まりました、集まれ岡山コープ広場。今日はスタジオにゲストにお越しいただいています。食べる大切応援隊の池田恵子さんと事務局の川崎智子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。食べる大切応援隊、普段どんな活動をされてらっしゃるんですか？はい、コープ利用者の有志の団体で、食育をテーマにさまざまなイベントや活動を行っております。はい、それらの活動を食べる大切活動と呼んでいます。具体的にはどういった活動をされているんですか？はい、特に子どもたちへの食育に力を入れています。はい、県内各地の幼稚園や保育所、放課後児童クラブ、また岡山コープの店舗などで食べる大切出前事業というものを行っています。はい、子どもたちに食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身につけてもらって、食べ物を大切にして感謝の気持ちを育んでもらえるようにという思いで続けています。うん、実は今年で10周年なんです。10周年、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。年間どれぐらい活動されてるんですか？はい、小学校の PTA 活動や子育て支援センターや、児童館など、昨年は36回以上2452名の方にご参加していただきました。精力的に動かれてるんですね。はい、そうですね。内容としては、はい、ペープサートやパネルシアターの上演を中心に、お箸の持ち方ゲームや人気の野菜当てゲームなどの食育ゲームの他に、保護者に向けて食育講話も行っております。うん、はい、出前授業にはさまざまな種類があるとのことですが、今回は先週岡山コープの店舗で行われた出前授業にお邪魔してきました。はい、お願いします。参加の皆さんに、食べるって楽しいね、嬉しいねっていうことをみんなに伝えていきましょう。先週コープ大野辻で行われた食べる大切応援隊によるニコニコタイムにレッツゴー。パネルシアターやゲームを通して食べることの大切さや楽しさを学んでもらおうというものです。多くの子どもたちが苦手とする野菜、好き嫌いなく何でも美味しく食べることで丈夫な体づくりができるということを伝えていきます。また市販の野菜ジュースや豆乳飲料をアレンジした手作りおやつのアイディアも紹介しました。最近やっぱちょっと野菜を逆に分かるようになってちょっと食べんくなった。離乳食とかは結構もう何でも食べてたんですけど、野菜も多めに取ろうと努力しているので、今日の話を参考にしたいと思ってます。会場には子どもたちに大人気のコウスケも登場し、食の大切さを学びながら楽しい時間を過ごしました。もう一番は楽しく食べる、まあ、好き嫌いでも少しでもね、なくして望まれる食習慣を作っていただくような手助けができたらなというふうなことで考えております。なんか日によって野菜あんまり食べないんですけど、今日の、蒸しパンは結構食べたので、そういうのに混ぜて工夫してみたいなと思いました。すごい勉強になりました。なんかおやつとかでも なんか悩んでたんで、なかなか食べないんです。だからまあ、なんかちょっとでも話聞けたの でコープさんも配達してもらってるので、なんかできることをちょっとやってみようかなと思いました。好き嫌いって本当にどの子供もあるとは思うんですけども、うん、こういう楽しい経験するとね、嫌いなものでも食べてみようかなっていう、そういうきっかけになるかもしれないですよね。そうですよね。はい、私たちもスキルアップをして、はい、多くの子どもたちに食べることの大切さを伝え続けていきたいと思っています。出前授業の他にも、
小学生を対象とした夏休み自由研究プログラムにも取り組んでおります。生協牛乳など全部で6種類の学習資料があり、生産や商品のことを学びながらワークシートを完成させるというものです。そのまま小学校の自由研究の宿題としても提出することができるので、ぜひたくさんの子どもたちにチャレンジしてみてほしいです、はい、また出前授業のお申し込みは岡山コープホームページの食べる大切活動を検索していただくか、岡山コープ組合員活動グループまでお電話をお願いいたします。毎年6月は食育月間です。ご家族で食べることの大切さについて考える機会にしてみてはいかがでしょうか。それでは最後に岡山コープからプレゼントのお知らせです。岡山コープ人気商品詰め合わせセットを5名の方にプレゼント。 RSK アプリを使ってこの後発表されるキーワードを入力しガチャを回すと、その場で抽選結果が分かります。皆さんもスマホを開いて準備をしてくださいね。ガチャの方法はこちらをご覧ください。 RSK アプリを開いて赤いお楽しみボタンをタップ、そしてガチャを選択します。キーワードガチャを選ぶと入力画面が開くので、この後発表されるキーワードを入力してください。あとはガチャを回すだけ。当たりが出たら送付先情報も忘れずに入力してくださいね。今日のキーワードは食育です。簡単なのでぜひ挑戦してみてください。 RSK アプリをまだダウンロードできていない方は画面の二次元コードからダウンロードできます。今日は池田恵子さん、川崎智子さんにスタジオにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。